服部重文とは、地方競馬の北海道競馬、田中敦氏旧社所属の騎手である。北九州市立津北中学校卒業。1994年9月29日付で、地方競馬騎士免許を取得し、中津競馬場からデビュー。同年10月8日、第9回中津競馬1日目第一競争荒系、c 2級一般戦エステーライトで初、初騎乗。 同日第6競争さらけ C 級一般戦をニューリバーで優勝し4戦目で初勝利。1996年9月16日第11回全日本新人王争派戦出場。1997年地方競馬通算100勝達成。1999年3月7日第17回中津競馬2日目第9競争第2回西日本機種。 正体はカシオサカズキをエルビスボーイで優勝。2000年9月、中津競馬の損敗問題に揺れた際、北海道競馬の関係者へ相談したことで、北海道への移住を決め、北海道競馬に移籍。2001年6月16日第1回函館競馬3日目、第10競争有楽部特別でダイナピクシーに起場し、中央競馬初起場。2002年8月3日、 第2回函館競馬7日目第10競争ピリカと区別を勝政圏で優勝し中央競馬初勝利2005年地方競馬通算500勝達成2010年9月30日9316戦目で中央競馬地方競馬通算900勝達成同年10月4日と10月14日にスーパージョッキーズトライアルに初出場 合計38ポイントを獲得し、総合3位となる。この年は、リーディングジョッキーを獲得した。同年12月6日から翌2011年2月4日まで、南関東公営競馬で、期間限定起場を行う。南関東での所属は、大井競馬場、佐野健治厩舎。同年十二月七日、第九回船橋競馬二日目第三競争三歳、一般戦を、 ヘリオスで優勝し、期間限定機場での初勝利を挙げた。地方通算成績は12400千千五5 4勝2着113回3着1四4 6回、勝率10.3%、連帯率21.2%、中央競馬通算146千7勝2着8回3着11回、勝率4.8%、連帯率10.3%。 2019年コーラルツッキーでエーデルワイス賞を制し、ダートグレード競争初制覇。ありがとうございます。